皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は前腕のトレーニングのリバースカールという種目を紹介していきます。まあ、前腕というとね、ちょっと地味な筋肉ではあるんですけども、握力を強くしていきたいとかですね、腕相撲を強くしていきたいみたいな、まあ、男性の方からたまにですね、前腕鍛えるトレーニングを教えてくださいなんて言われるので、ちょっとねご紹介したいなと思います。で、鍛えられる筋肉は前腕のこの辺ですね、腕頭骨筋という筋肉ですとか、それよりももうちょい中にある上腕筋という筋肉を鍛えることができます。やり方はダンベルを順手で持っていただきます。ダンベルカールの時はこうですけどね、全く反対向きで持っていただいたら、あとは上げて下ろして、上げて下ろしてという形でやっていきます。やり方自体はすごいシンプルなんで誰でもできると思うんですが、重たい重量でやってしまうと肘とかね、手首を痛めやすいので、軽めの重量で回数多めで、インターバルは短めでやっていただくのがおすすめです。30回3セットとかですね、でインターバルは20秒とか30秒とか、そういう感じで回数多めでやっていただくと、こう前腕にバーンと言いますけど、焼けつく痛いような感覚は味わえるような種目になってますので、ぜひぜひやってみていただければと思います。他にも知りたい種目があればコメント欄によろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。